ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエの達也と、スーパーソムリエの小野塚です。おー、スーパーソムリエはまた作るんだね。はい、おー、そうかそうか。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はちょっとワインの説明なんですけども、ちょっとね、さっきの撮影で、ワインの説明ではなく、ちょっとワインのマナーとか、注ぎ方の先生的なやつやってたんで、ちょっとメガネかけます。今回ね、いらないね。いらない。今回なんですけども、サガリッチさんという、佐賀県のそういうファッションウェブマガジンということで。ファッションウェブマガジンです、ね。言えてないね。ファッションウェブマガジン。俺も言えてなかったから。ファッションウェブマガジン。ウェブマガジンさんとのコラボレーションということもあって、まあ、今回から始まったんですけども、リッチですね。リッチなんです、まあ、料理を提案していただいて、その料理に合うワイン私たちが選ぶということなんですけども、今回の料理なんですがこちら、鶏肉ロールの鹿島みかん煮。美味しそうですね。で、まあ、佐賀県を滞在すると、で鹿島というところが、まあ、みかんも取れると、まあ隣の太良町も取れるんですけど、まあ私佐賀県出身なんでね、はい、よくそれが分かるんですけど、なるほど。その、みかんを使ったお料理でございます。でこれに合うものなんですけども、先ほどですね、ちょっとワインの開け方について説明させていただいた時に使ったワインなんですけども、こちらなんですけども、ボーグルのビオニエ、はい、いいですね。まあ、ビオニエというのはブドウの品種です。白ブドウの品種の名前でございます。主にフランスのローヌ地方で作られたりしますね。そうですね、はい、なんですけども、これはアメリカのワインなんです、はい、なんでこれをビオニエを選んだかと申しますと、言っちゃいない、素晴らしか使い方間違ってるからね。なぜ選ぶんだかというと、ビオニエはですね、ちょっと柑橘っていうと、あのオレンジとかそういうみかん系の香りがですね、結構強く現れるんです、ね。そうですね。ちょっと補足させていただきますと、南フランス地方でなんですけども、まあカモ、まあ鶏料理なんでカモとですね、あとそれに合わせたオレンジソースというものが非常に合うような料理があるんですね。それに合わせるワインっていうので、いつも定番出てくるのがこのビオニエというブドウ品種なんです、ね、コンドリューと。そうですね、コンドリューとか。今回のこちらの料理はですね、醤油やみりん、お酒を使っているので、普通にフランスのビオニエを持ってきた場合、もしかしたら合わない可能性があると思ったので、今回は果実味と、樽の効いているアメリカのワインを準備させていただきました。で、あえて価格がね、2400円と、まあ確かに、まあ一般的な家で飲むには少し高いかもしれないんですけども、皆さんでこう飲んでいただけて十分楽しめる、こちらボーグルのビオニエでございます。ちょっとした贅沢ですね。ちょっとした贅沢だね。はい、ね。鶏肉ロールの鹿島みかん煮、うん、うん。食べてみたいね。いいですね。ビオニエと合わせて絶対合うよね。まあちょっと苦味のこの付け合わせで、もし苦味のあるお野菜あるんだったら、それ一緒に食べていただくと抜群にこちらビオニエ合いやすくなると思いますので、ぜひお試しください。はい、ちょっとハーブの匂いですね。はい、ではこれソムリンポイントつけましょうか。はい、決まりましたか。はい、いきます。せーの、5点、うん、お、あ、ちょっと辛口だった。あ、俺的にはこうやっぱりこのポテンシャル感じちゃうんだけども、うん、まあでも塚の気持ちもわからんでもない、うん、僕も迷いましたね、ちょっと5か4か、うん、まあ実際ね、量に合わせたら抜群、絶対、うん、もしかしたら5以上いっちゃうかもしんないけどね。ロールみかん、ロールみかん、ロールみかん、うん、鶏ロールみかんに、うん、合わせると、したら5の可能性高いですね。ね、5余裕でいっちゃうぐらいだけど、マリアージュですね。マリアージュです。だから今回はじゃあ、そしたら間取って4アップで。4アップ。はい。4よりちょっと上。4より。ちょっと5までいかなかったけど、4アップで、今回はさせていきます。はい。今回でございますけども、
ボーグルのビオニエを紹介させていただきました。はい、まあ、まあ同じワインも探そうと思ったら結構大変だと思うんです。まあもちろんそのインターネットで探していただければ簡単に探せるとは思うので。佐賀だけに。ああ、そうね。佐賀を探して。来ましたね。だいぶリラックスしてきた、はい、やっとやっぱメガネがあやっぱメガネのせいかな硬くなっちゃう了解です、はい、ぜひちょっとネットでも探していただければと、まあもしかしたらあるかもしれませんので、もしなくてもですね、まあ、ビオニエというブドウの品種を探してると近くの酒屋さん、まあ、特にワインの専門店に行っていただければ準備してもらえる可能性が非常に高いと思いますので、はい、ぜひ探してみてください。はい、はい、試してください。よろしくお願いします。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございます。牛丼よく食べるじゃないですか。で、一人暮らしの僕たちとかすると、まあもちろん店でも食べるんですけども、家に持ち帰りますよね。まあうまいけども、もっと美味しく食べたいじゃないですか。ということで今回なんですけども、一番美味しいお持ち帰りの牛丼は何か、それを比較検討してみて。で、普通に食べるんだったら芸がないです。美味しい牛丼食べ方、私たちが新しく提案させてもらいます。